シパルタフィロソフィーレン、卓球の荻村一郎さんの話後編を喋らせていただきます。ミスター卓球荻村一郎は世界選手権12回金メダルを取るというチャンピオンでしたけれども、選手としての活躍だけではなくて、その後、卓球の先進国のスウェーデンだったり、あるいはこれから伸びていくであろう中国であったり、そういうところにコーチとしても行って、そこで選手、コーチ、監督を育てるということもやりました。そして1971年の、卓球世界選手権名古屋で行われた時には、中国の、卓球代表を参加させるという、そういうことも周恩来、周恩来総理とのですね、人脈で実現しています。でそれが後に、ニクソン大統領が中国に訪問して毛沢東と会うという画期的な歴史的出来事につながるということになります。そういうことから荻村一郎さんは、スポーツ外交の巨匠と呼ばれたり、まあ、スポーツ外交官の、ナンバーワンであるとか言われたり、そういう、形でスポーツ外交の人ということで有名になっていきます。彼がいかに頭が良かったかということもいろんな人からも聞いています。ご存知の人もいらっしゃると思いますけども、竹村健一さんという、これだけ、私はこれだけですわっていうパイプを持った、彼とかもその飛行機で会った時にその一緒の席になって、荻村さんのその知識の広さ、スポーツだけに関わらず国際的なインテリジェンスを持った人だということを書物に書いていますね。まあそういう人でした。で、そういう荻村さんですから、自分が選手としてやったこと、コーチとしてやったことの中で、スポーツが国と国を結びつける、人と人とを結びつけて輪を持たせるということを実感していましたね。だからそれを自分自身のその生涯のライフワークとしてやっていこうという意思がすごくありました。そういう中で1987年にですね、国際卓球連盟の会長になるんです。55歳という若さです。それまではスウェーデンの長老とかやっていたんですけども、第3代目の会長になるんですね。で、これはすごい画期的なことなんですね。ヨーロッパでできたスポーツのその国際競技連盟のトップに立つということですから、卓球の世界のトップに立つということと一緒なんです。で、そこで、リーダーシップを持って、卓球の世界的普及に貢献していくという形が取られます。で、荻村さんがそこまでなったってことは、もう それまでにですね、いろんな形で、彼の、世界卓球に対する貢献というのはすごく認められていたわけなんですね。で、会長になったその目的、ミッションとして、彼はこの卓球を通じて世界に、まず平和をもたらすための活動をしようというふうに思っていました。ですから、会長時代80カ国を歴訪しているということもありますね。で、特に卓球がまだ、普及されていないアフリカとか、まあ、バングラデシュとかネパールとかいろんなところに行ってですね、卓球の素晴らしさを伝え、人と人とのつながりを、確立しっていうことをすごく頑張ってやられています。まあ逸話ですけれども、その例えばですね、バングラデシュとかネパールとかは毎年ですね、すごい大洪水が起きますね。で、そういうところで、まあ、卓球の台を置いてですね、まあ、それを寄付しておいて、滝の普及を図ろうとしても、洪水が来ると流されてしまうわけですね。それで、考えたことは、その卓球台をね、コンクリートにしちゃおうということ。で、コンクリートにするとですね、洪水が流れた後もそこが、残っていますから、そこで、ピンポン玉1個あれば卓球ができるよと、そういう普及活動もされているんですね。で、そういうのがもう世界各国にどんどん伝わっていきますから、荻村の名前はもう世界中に広まっていきました。そういう荻村さんですから、一番やりたかった
世界平和ということにも、頑張ります。特に歴史的に記憶に残るというか、歴史に残り記憶に残ることといえば、1991年の世界卓球選手権における南北統一コリアチームの実現です。で、このことは彼が会長になってやりますけれども、日本の幕張でこの大会を行います。で、その時にですね、朝鮮戦争のおかげで朝鮮民族はですね、南と北に分かれて、しまいました。政治ではこれを統一させることはできないんですけれども、スポーツではなんとかできるだろうっていうのが荻村さんの発想だったんですね。それで、コリアチームを自分が会長である時に、実現しようという意思に燃えていた。で、しかしこれ簡単なことではない。なぜかというとですね、北と南のその当時の卓球の競技力はすごいレベルの差があったわけです。南の方が上で北が下。そうすると北のですね、卓球の競技力を上げなければいけない。このためにですね、数年を費やして、荻村さんは何回も北朝鮮を訪問して、北朝鮮の卓球競技力向上に尽くすわけです。で、その結果、やっとですね、南北のレベルが一緒になるわけですよ。で、そこで彼らが統一コリアのチームとして、この世界選手権に出てくるということが実現します。そして最後にですね、女子の、団体でですね、当時トップだった中国チームをですね、南北統一コリアが破って金メダルを獲得するという劇的な、ドラマが展開されるわけです。そしてその時流れた歌はアリラン、北と南の心の歌アリランが流れた。そしてその時掲げられた旗は朝鮮半島をかたどった旗であった。これはそれぞれの国が持っている国旗とは違うものです。スポーツの旗です。このスポーツの旗を上げるということが荻村国際卓球連盟会長のゴールでもあったわけです。彼はその後パレスチナとイスラエルの、対立をですね、スポーツで和らげるために一緒の大会を実現させたりということもされています。このような荻村さんの目を見張る活躍は当然、日本オリンピック委員会にも伝わっておりました。1991年に日本オリンピック委員会は、財団法人日本体育協会から完全独立する形で財団法人日本オリンピック委員会としてスタートいたします。で、その時に、新国際委員会の委員長に抜擢されたのが荻村さんです。荻村さんの活躍は、もう巷の知るところでしたから、そこで、当時ですね、専務理事だった林克也さんから、私はその時国際業務参事という立場で、国際業務を JOC の国際業務を司るところの、リーダーとしてやっていたわけですけども、その時に、林克也専務理事から呼ばれて、国際委員会の委員長誰がいいんだと、荻村はどうなんだっていう話があって、それは願ってもないことですということで、荻村さんにお願いして快諾していただいたんですね。で、私がその当時一番やらなければならなかったことが、1991年6月のバーミンガムの総会で決まる長野オリンピックだったんです。長野オリンピック招致活動をやっていたんですね。で、その招致活動はただ事務局だけの範囲で頑張ってましたけれども、それだけでは不十分だった。そこに国際委員長としてもう、スポーツ外交の巨匠が現れるわけですから、この力を使わない手はありません。で、彼の私の交渉で行き詰まっていたところは、サマーランチ会長をどうやって、長野招致に持ってくるかっていうことだったんですけども、その、最後のですね、言葉を伝える役割
に匹敵する方がいなかったんですけども、それを荻村さんにお願いしたら快諾してやっていただけたと。これは長野オリンピック招致の成功に非常に強く関わったことになると思います。そのようなことで荻村国際委員会ができたんですけども、その荻村国際委員会の、画期的だったことは、私はそれまでにいろんな役員と国際業務をやってきましたけれども、それまでの役員というのは私たち事務局がお膳立てしてシナリオを作って、そこで動いていただく形だったんです。ただ荻村さんは違いました。荻村さんは自分がこうするっていう、もうプランというものを持っていて、そしてミッションを持っていて、それを一緒に実現していこう、そのためにどうしたらいいかってことをやっていく、本当に待ち望んでたような役員だったんですね。で、彼はその一番心に残っていることは、JOC 日本オリンピック委員会の国際委員会は国際スポーツ界に貢献する委員会でなければならない、新しい日本オリンピック委員会は国際スポーツ界に貢献することを第一の目標にしようと、そのためにいろいろな国際情報を集めながら、困っているところには手を差し伸べ、戦わなければいけないところは外交で戦おうというふうにしていきました。そういう中でいろいろな問題を解決していったんですけれども、一番大きく記憶に残っているのは OCA、アジアオリンピック評議会、つまりアジアのスポーツを、支配し統括するところの分裂、これを回避したということですね。1991年の6月にバーミンガムの IOC 総会で長野オリンピック招致が成功して大成功しました。これは陽の部分というか、明るく誰にでも分かる成功でしたけれども、誰にでも分かるんじゃないけども、密かに JOC が頑張った、荻村国際委員会が頑張ったおかげでアジアの分裂が避けられたということがあるんですね。その、スポーツ外交を行ったのが OCA の会長選挙なんです。実はイラクのクウェート侵攻というのは行われて、 OCA の本部がクウェートにありました。で、その時の会長がクウェートの NOC の会長でもあったシェイク・ファハッドって方なんですけれども、彼は王族ですよね。で、みんなそのクウェートが侵攻してくるとですね、みんなベンツで逃げちゃったんだけど、その彼だけは一気に感じてというか戦ったんですね。その代わり銃殺されてしまうということになる。そうすると OCA 会長がいなくなりました。じゃあこの後の会長どうするのかということで、実はそのクウェート側はOCA 会長シェイク・ファハッドの息子を立てたい。しかし本当のアジアの競技力の力を持っている韓国、中国は、東アジアにその、リーダーシップを取り戻したいという。で、そしてその中間で南アジアのスリランカとかが、実況を握りたいとかいろいろ出てくるわけですけども、そうやって分裂していく、それを避けるために荻村、委員会は動きました。そしてそれぞれに、分裂がないような交渉をして、そして OCA の民主化と正常化と OCA 憲章の民主的改正、これを実現することを、約束してくれる会長にそれからのリーダーシップを預けるということで、OCA の分裂を回避するということをしました。これは、表に出ない貢献ですけれども、そのおかげで今アジア大会はここまで大きくなり、 OCA のムーブメントをついていると思います。活躍した荻村さんは1994年の12月に急逝されました。私はこの時本当に悲しかったです。ただ荻村さんと過ごした3年間というものは私の心に強く残っており、
荻村さんが国際卓球連盟会長、南北統一コリア実現とか、さまざまな活躍をされたことが胸にしみます。そのことを私たち後輩はこれからのオリンピック運動を日本でやっていく上で思い出してほしいと思います。ありがとうございました。